いや、2回連続全滅はしんどい。せっかくさっきも経験値ものすごく経験値戻ってたよな。いやー、ちゃんと敵見てから殴らないかんわ。動いてたらなんも気にならんけど、腹が減るよ。お、足か。もう持って帰りたいな。まだ敵は艦隊います。気をつけて。フラロー。着点にヒット。敵が倒れました。これは楽勝でしたね。ああ、違う、かった。前は、まあ、経験値でいいわ。よし、レベルアップ。てれってって、準備はレベルアップ。先制のチャンスです。敵よ、疾風の攻撃に弱いようですね。光が弱点のようです。敵、まだ4体います。気をつけて。攻撃チャンス。この
危なー。いいわいいわ、アイギスの足を手に入れてきたから、これは勝ちや。ああ強いけど非弱点はいらんわ。
これ作るとはすごいな。これやな。体勢か。え？向こうじゃないからあかんのか。なんか俺勘違いしてるな。その前のやつやな。マハラギダインとメギドラハマオンか。
全体中回復吸い取って火属性無効化できたら一番楽。アイギスの足結構してるの。もう骨つけるってやれんな。牛丼やらないか。すまん、普通に薄っか。米を
俺も牛丼抜くわ。牛丼抜きや。メパトラって倒れてる感じするやつ。ものすごいな。もう10分ぐらいで、アルバイトの月給分ぐらいを手に入れてる。全然強くなってるイメージないやん。死神タイプが出現、気をつけてください。あ、やばい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 、
し、レベルアップ。うわヒヤヒヤするわ。なんでフィニッチまだだいぶあるかな。マハラギオン覚えたな。次ヘビーカウンター覚えるぜ。なんかレベルが足りてなさそうやな。単純にレベルが足らん。主人公でさえ HP が340しかないのに、あんな380ドーンで来るから死ぬわ。
とこうかな。客やった。一番上やったんか。反射って書いてるわ。危ない危ない。の方のあの息子はなんていうんやったっけ。はいはいの方、はい、パンだけできないかな。あいかん、地名言うたらいかんな。ごめんごめんごめん、いかん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 。さっきすぎ、イベント作らんってくれよ。シンプルに考えんのか。おかんのに絶対無駄や。お前もう言ってる人間も考えなかったって。シンプルに考えなかった。そうや、先生のチャンスです。その分だけちゃんと考えたよ。光が弱点みたいですね。まだ4体よ、気をつけて。ワンキー聞いとくの。ちゃんと言うたよ。運動してて旦那がすぐ死んどるから。これがもう1体。まだまだ。
なんでマハがうるさいの。
みです。レベルアップ。行くか、めんどくさいからね。めんどくさいからね。もうハワで終わらそうぜ。いやーこれ毎ターン3回ぶするほんま強いわ。ちょっと一瞬消しとく。上げてもしょうがないんやけどな。
あったー、ゲイザーナックル。レボリューション、レボリューションって何、レボリューションって。そうだね、ああ、あんまり言うたらいかんね、肖像祭の発敵にも特徴的ですが、今なら先制できそうです。ああ、ミスった。何が入ってきたのか、なんかスパイス一つなんか違う入ってきたのか、それが。やっさんじゃないのか、あれ少量剤かなんかので使うためになんか使うか。そっか、これ敵はもうさんかと思ったら、あれ少量剤で使うたのか。あの人が接客するわけじゃないよな、中で知ってた萩本さんもなんかあったじゃん。ちょっと、あ、かもしれんな、見てきたらよかったな。サンちゃんとはもう終わっとるか。よし、さすが俺、やったぜ俺。俺がいい、まあ向こう顔知っとるか、ほとんど毎日似てるもんな。おい、めっちゃ敵屋のおっさんかと思った。あれか、商業祭とかあれか、イベントごとでなんか使うんかもしれんな。その可能性の方が高いよな。ハム聞いたよ。ハムやだね。かっこいい。了解。分析してみます。少し時間をください。やべえ、ワンキルされる。ここに突き抜く。嫌やな。この辺の野良犬がムド作ってきたら笑うわ。どんだけ自殺してくんねん。その辺の野犬やべえぞ、自殺してくるぞ、怖えわ。その辺の犬がおったら叫ぶようにしよう。
そうです、ね、マジ怖えよ。あのたまに何かあのグラウンドとかで走るのも思うよ。学校で見てるガキドム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 ドあれかもしれんの、なんかオタク、オタクがオタクだから先生みたいな感じ。骨折れたかも。え、ダメだし。なんか地元の商業祭なんかあるときに、なんか店員やれって作り方も教えてないの、ね、もういきなり責任者なんかあるし、なんか献血いってほしい、ちょうぜよ、しかもなんか俺事務仕事やのにお前させんなよ。まあ俺あれやけど、前の仕事スーパーマーケットやから接客やろうと思ったら最低限の接客スキルを高めた。マジうぜえわ、お前。なんでお前休みの日に、休みの日に朝手伝いに来さされて頑張れ俺たち。俺設置までなんやけど、道具持ってくる設置までなんやけど、帰るで。設置までしたら帰ったらええって言われたんやけど。敵の体勢を下しました。総攻撃チャンス。
めてお前作り方ぐらい教えてくれたから言ってくれよ。なんかロコモコ丼みたいな丼系作るもんやけど、これ作り方を教えてもらったらいいやけど、とりあえず材料使ったらもんかな、好きなだけのしたらええで、見せるで。打撃が弱点ですね。好きなだけのせるで。大切じゃないと話にならんって言われてます。給料まあなあ、土日の仕事のきつさと、あの年末年始とかイベントごとの朝の5時とかあの辺の出勤がなかったらかなり面白い。仕事ってほとんどすることなかった。座ってサボれる時間の方が多かった。家族の前に座って窓際ずっと。敵にて強敵ですが、今は先制できそうです。自分のミスなら、自分のミスならすまん思うけどさ、他の従業員のわざと嫉妬ってミスしたのとか、パソコンのソフトとか、あとはなんかその通販会社の設定ミスとか、ソフトの問題とか更新のミスとか、音を通じた時の責任が多いんだよ。あとは総和学校の普通の人間としての考えができんような人間かなかなか人間を相手にしないから鈴みたいなことしかしねえが、やるのことほんま楽だ。時間通りにだらって単純作業したら終わるから。おーっしゃこの丸やったぞやったな。やったぜ。やった、クナイ持っとる。やったな。ライディングみたいな。これは楽勝でしたね。今やってる仕事を単純作業だ。それで他の周りの従業員しんどいとか、
彼らどんだけ見込まれたことしてんねん、もう。5時間のお前相当パートナーでも、まあ俺もあれ人のことね、しんどいって。もうほんま見てくれとる人おらんと思うけど、真剣に見なくていい。 BGM 代わりぐらい適当に横から聞くぐらいでいい。こんなのだらけてやってるだけだって。YouTube に動画上げてるって言ってるけど、チャンネル教えてくれって言ってるから、まあ、絶対嫌がらせするだけだろ。クズ。意味ないやん。頭が人間ちゃうやん。どうせ終わるやろ、もう。自覚寸前にせるよ。あれやろ、教えてなんかするやろ。そうけどさ、どっちにしたってパートやのにお前したってしょうがねえだろう、もう。どっちにしたってまともな仕事はできんの絶対しねえよ。社員のなる気ならんし、今田さんって絶対なる気ならん。働きたくねえし、12時間出勤とかふざけんだよ、絶対したくねえ。何のために生きてるかも分からん。俺の本当に仕事の愚痴や。先制攻撃のチャンス、大人になると大変するんだね、そういうことがいいよ。
了解。分析してみます。少し時間をください。打撃が弱点ですね。パンチですよ、パンチ。逃げるか。なんかあれ系はやばいからな。なんか武道とかハンマーとかしてきそう。武道とかしてきそうな、怖い。いや、早くちょっとポータルで帰りたいな。コロナ丸の武器手に入れとるからな。帰りたいな。お、もうここでエントランス。この丸やったらどうなすんやろ。あ、アイギス何言ってる。声じゃわからん。なんか見つけたらワンワンワンとかワンワンワンとかワン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 とかキャーンとか合言葉作りましたかね。いずれに翻訳こんにゃく作ってもらわないか。翻訳こんにゃく。体勢か、体勢か、体勢じゃあかんのな。
すごいんじゃね？
Thank you.
何か、ちょっともう一回だけ言ってみよう。うんうんうんウェイドラーか。回復量が足りてない？魔法期間ぐらいないと無理なんじゃない？マカラカンないと無理なんじゃねえか？行く必要性がないんか。
こさん。全体中回復ないと無理だろう。これこれ単純にレベル足らんわ。